のを見せときたいやん。じゃけん、今配信してもう下はもうパジャマだし、でも履いてますよちゃんと。もうパジャマだし、でも上はちゃんと服着ていつも着てるけど、で、この後すぐお風呂に入って年越す習慣はまあすっぴんでパジャマかもしれんけど、安心してください、ね、こんばんは。いやメイクしなくても、メイクせんかったら雑巾がけの、いや12月31日2023年12月31日、最後のポストは、あきっとね、写真集きっと最後のポストは雑巾がけでしたね。大掃除しろってことですかね。すごいすごい動画来た、衝撃。こんばんは。どこの親戚のねねの家に、おきちゃんの生写真が飾られている。じゃーん、今日誕生日なんや。えと、え、年末、これ誕生日、誕生日おめでとうございます。こんばんは。忘れおるか。次期誕生日おめでとう、あけましておめでとうみたいなことですよね。おめでとうございます。来年はうるう年だよ。うるう年っていうのかな。長いってことか、一日髪染めてない。ブイ、私何年か知っとる。羊年。昨日さねねとも話しとってさ、なんか何だったっけ、えとの年、羊年みたいな人は羊年みたいな顔しとるみたい。いや猿年じゃないけ。それ顔で判断してやろ。顔と言動とキャーキャーな感じで。いや猿じゃないってマジで。ほんまに猿年じゃないけ。ほんまじゃけ。ほんまに羊年じゃけ。これもうみちゅに、コカはめっちゃ羊に似とるって言われたこともあるし、ガチで。恋年ないけど、あったら恋年がいい。顔に出る。ねえ、牛、虎、竜、馬、羊、猿。まあちょっと1年ずれたらあれだね。こんばんは。もう道はどこを見て言ったんやろうか。羊の目怖いけ。見たことある？怖いけ羊の目。こんばんは。いやーもうそろそろもうみんな家におるんじゃない。何時まで、あれ家で何してるんですか。テレビ見てる？配信？ご飯？うん、縦長。こんばんは。今まったりしてます。
さっきは人生ゲームしてました。なんか最近はスイッチで人生ゲームができるみたいで、テレビ逃走中、紅白見てます。紅白 WBC の特番見てる。紅白、お風呂入ってる。お風呂入りながら見てくれてる。どんな人生あなたかな。飽きやすい普通な人生らしい。ちょっと何だったかな、さっきもやって、思い出せません。ご飯食べてる。こんばんは。おそば、なんかさ、そば買いに行ったらさ、どん兵衛のそばがなんか特別バージョンのどん兵衛のそばと普通のバージョンのどん兵衛、100円ぐらい違いがあって、何が違うんか気になるけど。紅白見てる。紅白見て涙くれてる。ばあちゃんも年越す日は1年の中でお酒飲む日らしくって、天ぷらが分厚かったよ。あ、その違いなんや。あ、そうなんや。具の多さが違うんや。ほうじ茶入れるとうまみ増すらしい。え、ほんまに？え、どん兵衛に？こんばんは。もう女子っぽい服装でいいじゃろ。まあ下はパジャマだけどね。初詣行くかな、どうしよう。いい一年になった。私もいい一年になりました。きっと来年はもっとね、飛躍する年に したいですね。飛躍するでしょ。来年はまず写真集やから。そうや、うん、写真集いっぱい売れますように。目標、売上冊数。え、これって言う、重版ってどれぐらいで重版なんや。
1万部こんばんは。来年も笑顔で、まずは写真集。寝込んだまま、たくさん写真集をゲットしてくれたらいいな。支えてくれる人が、目標枚数とかなんか言うのがなんかちょっと信じれる自信がついたら言います。言わんかも。テロップがちょうどヘアピンみたいになってる。いやこれさっきさ、なんかさ、あのテロップだけ変えれたけさ、なんか始まらんくて、なかなか。もうすぐニューイヤー、年越しそばならぬ年越しココアですよ。そこまで来てるよ、年越しがそこまで来てるよ。寒い。でも ココアで年越してください。はい、年またぎ配信しようと思うけど、冷蔵庫にココある、それ飲んで年越さんとね。こんばんは。いい一年になるかな。雑巾がけの動画見ました？あれを見て大掃除してください。こんばんは。明けましておめでとうございます。全然早すぎるんやけど、どうしよう。見た？いい年にしましょう。まだ明けてないけど、明け前におめでとう。はやはやはや、はやはやはや。過去一の年にしよう。そうしよう。よろしくお願いします。いやー、除夜の鐘とかさ、聞きに行く人おるんかな。どこだっけ。こんばんは。もう年を取りたくない。誕生日これ。みんな大好き大好き。ん？あ、テレビで、なんかさ、紅白見とったらさ、なった瞬間にゴーンってなんかならん？こんばんは。行く年来る年。あとなんか男、年男みたいな決める走るやつとかもなんか見たことあるけど、あれは何なの？何で見たいの？年男の、あ、ニュースかな。
紅白の後流れる。そう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 、見とったら、あ、福男か。福男、年男じゃなかった。あ、あれは1月に20日ぐらい。あ、そうな。いや、参加したことないよ私は。年越しそばも食べてない。でも買い物に行きましたよ一緒に。年越しそばを買いに。 STU、 え、福音、福音女、福音女、カウントダウン TV 見ながらですか。これから年越しそば作ります。あ、いいね。もうそこまで来てるけね、年越しが。あ、イモス見てくださいました。このすぐ敗退してたやつ、いや、あれなんだっけ、ウルトラセブンじゃ、あ、なんだっけ、ウルトラクイズ、私知らんくって、やったことなくて、聞いたことなくて、あ、見たことなくて。ウルトラクイズめっちゃ流行った番組があるんじゃろ。開放、あと3時間か。年越しそばも食べてゆっくりしてます。いいですね。え、ニューヨークへ行きたいかーい、行きたいみたいなやつおーみたいな。え、知らんかった。うん、いつのあれ。ニューヨーク行きたいかーって、うん、まだ生まれてないんかその時私。いきなり残念だった。でもいきなりでもないんだけど、神戸までは行ったんやけど。あと1点だったんや。それな、あと1点だった。神戸に行って、行った瞬間にプーってなってしまった。ディズニー行きたい。逃走中とか出てみたい。走るかな。神戸来るんだったら連絡してくれればよかったねえ、なんか、ん、待って、すぐ自首しそうって何。逃走中で、まあ、確実な賞金。途中まで隠れて、ずーっと隠れて、え、あれさ、逃走中って叫んだらさ、ハンターって声も聞こえるんかな。とか言ったらさ、ハンターがさ追いかけてくるとかあるんかな。そんななんか感じ、そんな音に敏感な感じ。解放、お話し会の決済今日。ハンター怖い、怖いの苦手じゃけえさ。ハンターしてみたい。いや怖い、なんかハンターってあの人になんか追いかけられる、いや、なんか究極の圧みたいなんがないですか。あのハンタースーツで、足が速くて、サングラスして無表情で人追いかけるって、まあハンターっていう名に恥じない感じの。夢に出てきそう、確かに。すごい嫌だハンター。
怖いの得意な人あんまりおらん、うん、いや鬼ごっこは可愛いじゃん、なんかハンターから逃げる、あ、そっか、あ、警察のねあの24時密着みたいなやつを見たんですよ、あれも怖かったし、なんかこんばんは、ハンターになる人どうやってあれ決めとんじゃろ、コカンもたまに圧くれる、あ、ほんま圧くる、私から圧きますか、たまに、大学の1年の最後にコカちゃん見れ、優しい、そんななんでもないですよ、私ん？圧ですか？ないよ、ある？ないよ、明日は年越し、元旦公演じゃもんね、眠さにやられんようにしよう、楽しみ、もう来年ですよ、もうそこに来年が来てますよ、え、インフルエンザ流行っとる、なんかなりそう、気をつけよう、手洗いうがいはちゃんとしとるね、体調不良が増えとるもんね、シティの中でも気をつけてください、皆さんも、うん、なんか成人式、え、待って、1日になったら成人式やばい、もしかして、気をつけよう、マスクしてインフルエンザの予防します、手洗いうがいして、インフルエンザってでも予防接種したよ、私痛い予防接種、インフル A 型、成人式まであと8日、やば、あ、もうドキドキじゃわ、しててもかかるんか、あれは、こう、うん、いやいや頑張って接種した、床掃除やらなきゃ、予防接種したのになってしまったの、もう最悪やん、もうそれ痛いあれしてん、うん、うん、ひどい話だ、まあ気をつけよう、体調ね崩さんように、宮殿にしてないよ、成人式メンバーはソラハ、カビシマちゃん、イケちゃん、私、ユナユナの5人、体調気をつけます、だって年に1回のインフルエンザだったって気をつけよう、え、そうじゃん、イケちゃん足どうなるんやろ、一期生私だけなんか、昔はおったのに、イケさん
お嬢様も同い年。うん、お嬢様。何代表して挨拶。あゆみとマリーナがあった。そうじゃん。うん、最近はあのラジオがあゆみ一緒になって、あゆみがラジオ一緒になった、あのパート2があゆみ新メンバーになって、もう月2で会えるようになったんですよ。あのちょうどラジオとラジオの収録の合間に会えるようになって、やっと。そう、あ、時間が違うけど収録の時間は、そう、あゆみもです。あゆみんと、まあ二十歳で消さ、お互い。そう、くしゃみ。お互い二十歳かみたいな感じ。もう今年も終わるんかみたいな話とか。そう、ここは大きくなったって言われたんやけど、身長ね。あ、おしゃべりできる時間あるんよ、結構ある。いや、なんか別れもあれば再会もあるんやなと思って。ニュージーンズ紅白ショール、あ、ほんまに見たい見たい。でももうそろそろさ、お風呂入るけど、どうしよう。かやー、今紅白はオーマイガー、海さんのオーマイが良かった。オーマオーマが、ここで誰と住んでるの。え、一人暮らしですよ今。でも今は大阪の親戚のネネの家に来ています。あの年末に下車してきました。こんばんは。サウナ、サウナもさ、去年はさ、あのサウナで整ったとかさ言いたくてさ、あの何な、整ったとかそういうの言いたくてちょっと行ってみたけど、今年は全然行きませんね。どうしますか。サウナ全然行ってないですよ。サウナ苦手じゃないよ。でもあんまりね、あんまり行かんくなった。わざわざあのサウナの温泉のとこまで行かんくなってしまって。いや、なんかさ、初めて行ったサウナのさ、中がさ、なんかね、サウナってこうあるじゃないですか、こう熱い部屋が。でそこでこう座ってたら、なんかロウリュの時間です。ロウリュっていうのが、なんかこう熱い風をこうビュンビュンってこうかけられるんですよ、風をね、熱風を。もう熱波師みたいにしてごらんけど、初めてがそれで、もうね、耳取れるかと思って、マジで耳取れる、マジで。え、次元こうやってやって、もう口も取れる系、こうやって、もう目隠して耳隠して鼻隠して、あらゆるちょっと何、末端の部分、もうほんまにちょっと初めてがロウリュだったんで。で、なんかあの、いや私はロウリュ大丈夫ですっていうわけでもなく、なんか隣の人が浴びとる風もなんか
かるし、そんなにきついけど、それしたらいいみたいな、よりいいみたいならしいです。まあでも温泉もいいな、温泉行きたくなってきたな、久しぶりに整いたくなってきたな。こんばんは。この後はお風呂に入ります。ちょっと冷えてきた、ここ足も冷えてきたので、あったかいお風呂に入りたいと思います。もう年越すしね、そこまでね、2024年がそこまで来とるしね。あ、なんか電波悪くなっちゃった、コメント来なくなっちゃった、みんな見えてない、カナピーこんばんは。電波悪くなっちゃった、そろそろ配信終わりますね。ちょっと、うわっ、うわー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 、バーってきたコメントが、やばい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 、溢れた溢れた溢れた、一気に来ました、びっくりした。またある、もうじゃあ23時、え、 TikTok ライブですよ、ショールーム配信がいいかな、 TikTok ライブがいいかな。また明日、またで、また年越す時に現れます。では皆さん、ここら辺で終わりたいと思います。ではまた後でね、バイバイ。13位エリアス、12位サージカル、11位もっくん、10位甲子園くん、9位ビッグボス、8位コニョン、7位カズノリ、6位ライトニング、5位ヒサ、4位タイムファイヤー、3位ユキ、2位ケイちゃん、そして1位はスバル、ありがとうございます。ではここら辺で配信終わりたいと思います。皆さん見てくださってありがとうございました。バイバーイ。